好きな四字熟語はうんぷてんぷな。運ゲーを極めまくったゆっくり霊夢です。運ゲーを極めることが可能なのかどうかはいまいちわかっていないんだけどな。ガムを食べて銀歯が取れてしまったのがトラウマになって未だにガムが食べられない、トラウマに怯えるマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは地方にいながらにして優れた才能を持っていた男、加工よ。彼は馬長と関わったばかりに不遇な人生を送る羽目になった男なのよね。むむむ。一体彼にどんな不運が訪れるのか、とても気になるぜ。さて改めて紹介するのは加工、あざなを引く行。馬長に脅されて彼に手を貸したがゆえに義において出世の道を閉ざされてしまった男。彼は一体どういった人物なんだ。加工は慶長軍新宝剣出身の人物で学問がとても好きで特に春秋左氏伝という書物をよく好んでいた男ね。そのうち彼は軍に出資して慶長に任命され、後に州から将兵を受けたみたい。時に州には三軍事以下、名のある役人が100人以上いたものの、あまたいる人材たちの中で加工と玄宝の二人だけが学識や才能が抜けていたみたい。加工は州からかなり期待されている役人ってわけね。期待のエース級役人ってわけか。後に加工は三つの県令を歴任し、どの任地先においても厩舎を改造してそこを学校にして自ら学生たちの指導を行っていたみたい。県令をやりながら先生もして加工は働きまくっているわ。教授肌の役人か。しかし、そんな加工にとある不幸が降りかかってきた。211年、西方において馬長が反乱を起こすと、馬長は加工を脅して彼を自分の元に出頭させて彼に戦いを起こすにあたっての宣伝文を半ば強制的に書かせたの。この宣伝文はおそらく大っぴらには加工が書いたことは知られていなかったと思うんだけど、曹操軍において長らく西方を監督していた昌陽は馬長の宣伝文を一目見るや、これが加工の作品であると見抜いたみたい。まさか自分の文才のせいで馬長に組みしたことがバレるとはね。馬長はこの当時最強と言ってもいいほどの武勇を持っていた男だからな。そんな男から脅されたら誰も逆らえないぜ。まして加工は文官なんだし。後に馬長が曹操軍によって敗れると、曹操は加工の文才を気に入ったのか彼を召し出して軍防衛に任命したみたい。まあでも、いくら脅されていたとはいえ、加工が反乱軍である馬長に手を貸していたのはもう周知の事実であり、加工はいつまで経っても官職に就くことができなかったの。おそらく加工は中央において結構このことで批判されたのだと思うぜ。それこそ曹操様がかばえないほどに。なもんで加工は晩年になってやっと院宣県庁に任命されたみたい。若い頃は県令としてバリバリに働いていたのに。220年。加工は曹操の息子で白馬王だった曹操の曹に任命された。加工は言葉遊びが巧みであり、なおかつ曹操も学問が大好きな男であったため彼からめっちゃ重用されて、師匠と呼ばれ、三教以上の待遇を受けたの。それから数年後、加工は50歳半ばの年で病死したみたい。天下の人々は才能ある彼が2000国の官位。つまり大衆以上の地位になれなかったことをめっちゃ悲しんだよね。たった一つの汚名のせいで生涯にわたって出世はできなかったものの、その才能によって歴史書に名を残すことになったちょっと皮肉な人生を送った男だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をいただけるとものすごく嬉しいです。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。その才能のせいで州においてめっちゃ評価され、その才能のせいで馬長に目をつけられて生涯にわたって裏切り者に組みした男という汚名を背負うことになったちょっとかわいそうな男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。